こんにちは。ここは日本最南端の沖縄県竹富町、竹富町、どっちと読むのかは分かりませんが、石垣島からフェリーで約1時間と、元々はなっていたんだけれども、今は100分かかるそうです。まあ、フェリーってのは本当は車を積むものを言うらしいので、まあ、普通の高速船なんですが、船が高速なわけでもない。まあ そんなどうでもいいことはね、別にいいですよ。船がもう出てくれるだけで、ありがたいと思うべきだと思います。これは本当にそう思います。で、ともかくその最南端の地がある今波照間島に来ました。正確には東京都小笠原村の沖ノ鳥島が云々という話は、まあ、やめておきまして、便宜上ここが最南端の波照間島ですよということだけ皆さんにお伝えしておこうと思います。で、今ですね、まあ、ここの港に着きましたんで、じゃあ今からホテルへ向かって、この波照間島にもホテルが一つだけあるそうです。で、今回はちょっと Wi-Fi などの兼ね合いで、まあ、民宿とかでもね良かったんですけれど、 Wi-Fi とそれからあと音声の吹き込み作業とかをやる可能性があるから、ある程度しっかりしたところに泊まりたいということで、まあ、相部屋とかそういうところも安いところも多分たくさんあったんでしょうけれども、今回はこの波照間島唯一のホテルに泊まることにしました。北海道から何分来たもんですから、上着とかね、その下に着ていたヒートテックとかそういったものが邪魔になって荷物がどんどん増えました。まあ、またこれから寒い方向に行きますんで、その時に役に立つんでしょう。多分皆さんの気になるのはね、私もそうなんですけど、この最南端の地と書いてあるところだと思いますんで、なるべく早く行きたいところです。これあれか、タコの木だな。こういう亜熱帯熱帯に生えてるやつね、熱帯植物園で見るようなやつです。というか、まあ、亜熱帯なんでね、熱帯植物園で見るような木が生えてないとおかしいんですけど、これは何ですかね。この下のこれで1キロとなってますので、まあ、それほど大きな島ではないということがお分かりいただけると思います。一応歩いて横断しようと思えばできるようですが、今日中に日本最南端の火のところまで行くには、歩いていくには明るいうちに帰ってこられるかどうかちょっと微妙ですよね。で、またここは日の出が遅いものですから、明日の朝もですね6時半ぐらいにならないと明るくなりません。そうするとちょっとどうですかね、明日の朝の船に間に合うかどうかって感じですが、まあ、場合によっては早朝の散歩ということになるでしょうか。旅館に電話すれば本当に予約迎えに来てくれたと思うんですけれど、こういうものが見つけられるのがね、歩きのいいところです。太平洋戦争末期、1945年4月8日かな、西表島、どうこう、の、これちょっと読めないんですけれど、疎開させられ、児童かな、なんとか、323名は、マラリアということが書いてあります。ここにこんな一文があります。かつてあった山下軍曹の行為が、許しはしようが、しかし、忘れはしない。これ一体何なのかと、多分私前に、日本を東西で縦断した時にですね、つまりノサップ岬から、与那国島まで行った時に、確か石垣島でちょっとお話ししたと思うんですけどね、無理やり疎開をさせられて、そして、マラリアが発生していると分かっていて危険だと思われているところに行けと言われて、しょうがないから行かされて、そして本当にたくさんの人が亡くなったということが、戦争末期にあったんですよ。ノラではないようですけど、ヤギくんがおります。いい顔しております。御用を足されているようでした。で、さっきのマラリアの話なんですが、もともとこの八重山地方には今はなんか撲滅されたらしいんですけれど、マラリアが、発生するような地帯があって、そこに近づくとかなり危険だということが一般的に広く知られていたそうです。ところが、まあ、戦争はもう終わりかけのですね、昭和20年の3月の終わり、もう沖縄戦やっているような頃に、ついにもうこの辺りにも米軍が迫ってきて、でもしかしたら波照間島にも米軍が来るかもしれないから疎開するようにという指令が出されまして、でこれは強制的に疎開しろという命令でした。そして島に残っている動物たち、まあ、家畜を、ね、ここで飼っていて、農耕牧畜、まあ、牧畜ですね、それをやっていたわけですけれど、その動物たちは全部殺して、それからその島を去りなさい、そういうふうなことが言われていたらしいです。まあ、ただそれでさらに、そしてその行き先がそのマラリアの発生するような地帯だったので、いやそれはそんなところに逃げられるかということで大反対にあったのですが、その時に派遣をされてきた山下という名前の、それがね、どうも偽名だったらしいんですけれども、山下軍曹という人が、いや絶対にお前ら避難しろよ、もう避難しなかったら俺がぶち殺すぞみたいなことを言って、いろいろとひどいことをやったと聞きます。無理やりにでも疎開しろと、あまりにも強い方法でもう疎開せざるを得ないという危険な状態になり、まあ、つまり同じ日本人の手によって無理やり移動させられて、そして取り残された動物たちは全て軍に接収されて、どうも食料として使われたらしくてですね、実はそれが目的だったんではないかなんて言われることもあるらしいのですが、
実際に西表島では本当に多数の方が亡くなったんだそうで、その時この波照間島を出てきたその人たちがこんなひどい状況はいくらなんでももうどうかしてるということで、その山下軍曹なる人物にもうこれはもう私たちは帰りますという宣言をして、そしてそのあまりにもその決意が固かったものだから山下軍曹としても多数の前にはもうどうすることもできず、そして島民たちはこの波照間島へ帰ってきたのだそうでした。波照間島へ帰ってくる前に西表島に私たちはこのことを絶対に忘れないという書き残しをしまして、それは今にも残っているんだそうです。でその時に現地に掘った石と同じようなものをこちらにも作ってそのことを忘れず後世に伝えていこうということで、さっき皆さんにご覧に入れたあの石、忘れない石というものがここに建てられたのだそうでした。それ知らなかった。そういうものがやっぱり歩いてきてよかったなと思いますけれど、港から歩いて20分ぐらいだったかな、全然退屈しませんでしたけれど、ここに本日は泊めてもらうことになります。2008年に、できた新しいところなんだそうですと思ったらね、ちょっとまずいことをしてしまって、このオーシャンズさんに予約してたの私明日だったんですよ。私今日ね那覇までしか行かない予定だったらしいんですけど、そうじゃなくて勘違いして自分の予定もよく分かってなくて、それでね波照間島までまず今日来てしまいまして、いやそうかそうだったのか、なんかこう乗り継ぎがギリギリでおかしいなとは思ったんです。そうだったのか。で予約してたのは明日だったから明日にはもう帰る予定なので、いやー申し訳ないことしてしまったな。そうするとつまり、まあ、キャンセルしたわけなんですけど、宿泊料を納めて帰りたいぐらいなんですけどね、でもいいですって言ってくれたんですが、今日満室らしいんですよ。今日は金曜日なんですけど、今日満室ってことは明日もまあ満室になってしかるべきというかね、まあ普通になりそうじゃないですか。それなのにね、こんな直前前日にキャンセルしてキャンセル料も受け取ってくれないというんではなと思う。いや申し訳ないことしちゃったんで、まあちょっと代わりに宣伝が代わりになるかどうかわからないのですが、それにもうすでに満室になっているようなところなんだから、もう宣伝する意味はないような気がしますが、波照間島唯一のまあ一般的なホテルとされるところで、宿もですね、まあ、私はほら中に1回間違えて入っていったんで、まあ、中は見たわけですけれど、綺麗、まあ、新しいしね、Wi-Fi とかそういうのも揃っていて、まあ、食堂もなんかね、食事は前まですごく安く出していたらしいんですが、今は食事はやっていないそうですけど、でもとっても感じのいいところでしたよ。だからいや申し訳ないことしてしまったな本当に。いいですよいいですよって言ってキャンセルも全然なんてことなくこう軽く受け取ってくれたけど、本当に悪いことしちゃったな。もう自分が適当な時にですね、相手に迷惑をかけて、そしたらまあ翌日分の宿泊料を払えば済む問題だと私は思うんだけれども、でもやっぱり世の中の人受け取ってくれないんですよね。それがなちょっとこう辛いところでね、私の間違いは私の財布から責任を取りたいんですけれど、そうさせてもらえない以上はやっぱり自分で気をつけなきゃいけないってことですよね。改めて泊まるところを探そうと思いますが、まあ観光シーズンではないので宿はいっぱいあるはずだし、休んだりとかしてなければ何かしら見つかると思われます。ただどこにあるのかはよくわからないですが、まあ、調べて本気でね片っ端から電話すればそれはそれで多分すぐ見つかると思うんですけれど、まあ、せっかくなのでちょっと自分の足で探して、話を聞いて、それで、そこで止めさせてもらえるかどうかという話をつけようかな。やっぱ礼儀として電話することにしたんですけど、ここもかけてみたんですが、ここもね今日は埋まってるそうです。そうなんですね、まあ、まだいっぱいありますよこの辺に。ここもかけましたけど、ここもいっぱいでした。最悪はまあなくてもね、北海道じゃありませんので、まあ、屋根がどっか公共の屋根が見つかればそこで一晩ぐらいなら越せるでしょうか。港のフェリーターミナルの屋根の下とかなんとかなるんじゃない。宿はいっぱいあるんですけれど、もうそこら中埋まってましてね、私午後の便で来た時はそんなに混んでいるようには思われなかったんですが、いやいよいよですね、野宿が濃厚になってきまして、もう Google マップに載っているところはとりあえず全部かけたんですけれど、今のところそこで繋がったところに関しては全部ダメで、まあ、それから Google マップに載ってないところでね、あここ載ってないけど電話番号書いたらかけてみようとかね、入ってちょっと聞いてみようとかいろいろ聞いてみたんですけれど、やっぱり全部で埋まってるんですよね。港とかにはそんなに観光客がいるようには見られなかったんですけれど、私が観光客らしき人を目撃したのはね、港に2人ぐらいいましたけれど、どうもそれだけで、島の中でも本当に多くの人とすれ違うんですね。たくさんこの島の大きさに対して人がいっぱい住んでいるようなんですが、ただ、まあ、お店とかねこういうのもいっぱいあってすごいんですけれど、この歩いて回る頻度にねお店がいっぱいあって、車とかは走り回ってなくてみんな歩きとかで移動してるから、なんかすごい元気な田舎だなって感じがして、印象はとてもいいんですけれど、観光客っぽい人はそんな見当たらないんですよね。目の前にこれ公園が見えますけれど、まあそろそろ腰を据える時が来たかと、まあ、あんまりこれ以上ね私のうっかりで世間に迷惑はかけられないわけですけど、ただ公園に寝泊まりするということも世間の迷惑にならないのかという別の疑問があります。
いや本当幸いしたのはここにこういうものがあるっていうことでしたよね。これさえあれば私はもう北海道の一応氷点下10度ぐらいまでは耐えられるように来ましたんで、ゴミの置き去りは禁止と書いてありますが、まあ、寝泊まりは禁止と書いてないのでここしかないよな。まあこの白いところに寝ることにしますかね。ちょっとここは寝づらいもんな。それを意識して丸くしてるのかどうか分かりませんが、一応近くの駐在所に行って挨拶してこないとな。あんまこうね好ましいことじゃありませんが、だからといって泊まる方法もないので挨拶ぐらいは入れておいた方がいいでしょう。石巻に行った時も前に野宿した時はそうしましたしね。駐在所に着きました。おまわりさんのところに行って、すいません、私も泊まるところがこのようなわけでなくてですね、本日公園でおそらく一晩を過ごさせていただくことになるかと思うんですけれども、ただあまり好ましいことではないと思いますのでご挨拶をと思いましてと言ったらば、もうちょっとこの辺野宿は禁止になっているのでそれはちょっとできないんですよねとか、まあそれはそうだろうなと思ったんですけれど、結局ですね、おまわりさんと一緒に、本当おまわりさんには申し訳の立たないことなんですが、あちこちこう旅館巡りをすることになりまして、空いてないか空いてないか直接聞きに来ました。そしたら、まあ、巡ると言ったんですけど、実際にはすぐに見つけることができまして、すぐに泊まる話がつきました。おまわりさんがおっしゃるには、まあ、今の時期で旅館が満室になっているということはまずありえないのだけれども、まあ、しかしこんな当日に予約もなしにいきなり1名で、泊めてくれというふうにかけてくるお客、しかも船がもう全部終わった後でかけてくるお客なんていうのはあまりにも怪しいから、まあ、だからみんなどこもとりあえずは断るのだろうということでした。でそれも島の人たちが閉鎖的な性格をしているというよりは、だいぶ前かな、20年ぐらい前にね、この島で殺人事件があったりとか、ちょっと前にですね、無銭宿泊があったりとか、なんかそういうことがあったらしいんですね。で、まあ、そんなに治安が悪いところじゃないと思いますよ。通常治安はいいと思うし、私もその話を聞いた後でも別に、まあ、一人で波照間島の公園で泊まれっていうなら別に平気で泊まれるとは思うんですが、ただやっぱりそういうことがあると島の方、まあ、特に高齢になってくるとね、昔のことも覚えていらっしゃいますから、まあ、記憶には残りますんで、それでちょっと断りがちなのだろうということでした。で今日どこにお泊めいただいたのかということはちょっと言わないようにしようと思います。まあ、本当だったらばその泊まる先にですねちょっと連絡をして予約はさせていただいた後でね、でこういうことを YouTuber みたいにやってるんですけど撮影させていただけませんかということを言おうと思ったんですけれども、ただ今回はですねもうこういう状態になっていて、さらに YouTuber だのなんだのちょっとわけのわからないことを言って、それでちょっと怪しまれるのはそれはさすがにと思いますんでね、だからちょっとそれはやめることにします。どこの宿に泊まったかということについてはお話しいたしませんが、今ねちょっと私が顔が明るく照らされてますんで分かりにくくなってますけど、空がまだ明るいんですけど分かりますかね。空が青いですよねこれね。今の時刻はもう7時を回っております。ちょっとね今日宿泊したその旅館、民宿の、おじさんが、ちょっとそのさっきお話ししたと思うんですけれど、マラリアの話とかねいろいろと聞かせていただきまして、でうちも何人亡くなったんだよとか、それから、あとはね、まあ、その方は、戦後の生まれの方なんですが、ベトナム戦争の時なんかはこの波照間の空をもう3分おきぐらいで B29 が飛んでいくと。でなんでもともとそんな話になったのかっていうと、蚊が飛んでくるんですね。で蚊がね、ここにも蚊がいるのかな、2月に蚊がいる、それは困るなと思って、よく考えたらいても当たり前ですよね。公園に泊まったらちょっと大変な思いをしたろうなと思うんですが、その蚊がねもうちょっと本州にいる蚊とは違う大きいんですね。ガガンボみたいな、ああいうこういうやつじゃなくて単純に一回りぐらい大きい蚊がいるんですよ。でその蚊のことをこの辺りでは B29 と呼んでるらしいんですね。 B29 こうブーンとこう飛んでくる、でそれをこうピシッと捕まえてましたけれど、その話から来たそうですけれど、やっぱりこう沖縄県とそれから戦争とかアメリカ軍っていうのはかなり密接というか、ある意味では身近なんだろうなということをここで一つ知ることができました。中には本当に埋まってるところもあって、埋まってるんだけれども見つからないなと言って親切にこう電話をしてくれるような方もいたんですが、そうじゃなくてね、つまりなんですか、言ってしまえば嘘をついて満室だというふうに私に言ってきた人もいるわけですけれど、私はそれについてはね全然悪いとかのなんていうの悪気があってのことじゃなくて、私だってやっぱり怪しいと思うんですよね。ちょっと自分がスーツを着てて、だから直接その宿に行くとちょっと怪しまれるかなと思ったから電話をかけたっていうこともあるし、それからやっぱり普通はこんな1日3便しか船の来ないところあらかじめ予約しますよ。私だってさすがに事前に予約しておいたんだから。でそれがもう船が全部終わった後に電話をして、それで予約をする、予約というか今から止められますかっていうのはちょっとねやっぱりこう非常識すぎるというか、私だってなんだこの客はってなるに決まってますので、通常波照間島なんて行く人はもう事前にしっかりと計画を立ててきていると思われますので、
まあ、こういうふうになることについては当然というか仕方ないというかね、むしろ当然だと思ってるから、全然断られた旅館について皆さんも悪く思わないでいただきたいなと思います。だって私が本当に予約を間違えたのが原因なんですからね。島の中にコンビニはない、まあないと思いますけどね、あるという特に確認はしてないんですが、まあ、どう見てもなさそうですけれど、でもこういうふうな商店がたくさんあって、それがもう徒歩5分ぐらいのところに 2,3 箇所この町の中心部にあるようです。だからかなり便利ですよ。ポストとかもあるし、郵便局には ATM があって、ゆうちょ銀行、銀行のお金を引き落とす、引き出すこともできます。ちょっと何か飲み物だと買っていこうかな。本当はね、最南端の日没を見たかったんですが、もう日は沈んでしまいましたので、ちょっとそしたらどうしようかな。まあ自転車もね、私の泊まってるところでは貸してくれるようだったから、それで行ってもよかったんですが、でももう今からでは暗すぎますね。ここでお食事を取ることにしましょう。波照間島の夜ってのはこんな感じか。まあでも照明が一応ついてますからね。さあ、そんで翌朝になりましたけどね、今何時だと思います？ようやく明るくなったから外に出てきたんですが、今なんか6時ぐらいに見えますかね。まあ見えるか見えないか分かりませんが、今ね、まあもう7時13分なんですよ。いや、7時の時点ではもうまだ外は薄暗くて、ちょっと自転車こぐにはきついかなという時間でした。もう街灯もこのようにね、ついてますけれど、今確かに7時13分ですね。映ってるか映ってないか分かんないけど、まあ多分こんぐらい大丈夫でしょう。で、そうなんですよ。でね、ここからちょっと自転車に乗りまして、最南端のところを 見に行こうと思います。今日本当にもっとよく晴れていたら朝焼けまで見に行こうかなと思いましたが、そのレベルの晴れではないようですけれど、まあでも雨は降りそうにはありません。これだったら大丈夫。なんか北海道みたいですね。風が強いのが気がかりですけど、ここにもおります。彼も繋がれてるようですね。まあ押すかどうか分かりませんが、ヤギもまあまあ数はいるんですけど、でもその密度が高いってわけじゃないんですよね。この辺りかなり広いところにヤギが点在してるっていうのかな。割と自由は利くようにセットされてるみたいですけど、しかしやはりどれも紐で繋がれていて、あの彼方までね、白いのがポツポツポツ映ってるのが全部ヤギですよ。大量にはいないんだけどね、画面の中これ全部動かして20頭ぐらいかな、広々としたところ。自転車こいでここまで来ましたけど、でもね、ちょっとやっぱ寒かったですね。昨日の昼間とか、まあ、夜だったらまだ良かったんですけど、だんだんこう気温が下がってきたのと、それから昨日よりも風が強い、で向かい風がこうビュービュー吹きつけてきますんでね。あれは日本最南端平和の日って書いてあるけど、あの近くまで寄ってもいいのかな。与那国島と雰囲気がとてもよく似てますね。それは近くなんだから当たり前ですけど、与那国だってもうここからね、一回こう石垣へ戻る必要はありますけれど、まあ、船でこうあれ行けるし、まあ、ここから見えることだってあるんじゃないですか。で、これが日本最南端の日と書いてありますけれど、こっちを向いてこっちが真南、これで一応日本の普通の人間が住む限界はおしまいということになっています。多分この動画、この辺りはね、別の宗谷岬とこの波照間島を一緒にこう行きましたみたいな動画でもうご覧に入れていると思うから、そこまでしっかりもうお見せしなくてもいいのかなと思うんですけれど、向こうの海岸までずっと行けるようになってます。ただ海岸といっても多分私の際までは行ってませんけれど、多分ね、波が高くて、で、まあ、ちょっとしたそんなすごく高くはないように見えますけど、まあ崖っぽいように見えますのでね、病院に近づかない方がいいでしょうね。落ちたら他の観光客もいないし、まあ助からないんじゃないですか、この高さとはいえ。書いてあるな、これは読めそうです。碑文、本町波照間島は、日本最南端の有人島で北緯24度02分かな、25秒、東経、123度47分16秒に位置し、類まれな、読めない、たぐむまれな恵まれた大自然の中にある。本年太平洋戦争沖縄戦終結50周年を経て迎えて、去る 大戦を振り返り、新たな誓いのもと、全ての人は、人々が永遠の世界人類平和を願い、かつ町民一人一人の郷土の平和社会を尊び、そして伸びゆく、豊かな活力ある町づくりを目指して、さらに広く後世に伝えるためのこの聖地に、日本最南端平和の日を建立する平成7年、
8月15日終戦記念日竹富町長ともり哲夫と書いてあります。終戦記念なんですねこれ。やっぱりこのように沖縄っていうともうどこに行ってもね、必ずと言っていいほど戦争の話が出てきます。東京だって空襲にあったし、広島には原爆が落ちたし、もちろん長崎にも落ちて、まあ、他にも様々な大都市大空襲があったわけですが、特に沖縄で戦争の話を聞くことは多いです。戦争が終わった後もアメリカの軍事基地として長らく使われていたし、今でも使われています。やっぱりこう沖縄県で戦争の話って本当にね、なんていうのかな、こうもっとより本土より密接というかね、まあ、もちろん随分昔に終わったことであるのは間違いないんですけれど、でもこう一人一人の中にこう当事者意識みたいなものが根強いし、だからあの沖縄県民のこう反対の運動みたいなのも強いのかなと、そういうふうに聞いています、あの思っています。波照間島についてからとかですね、それから石垣島の街の中とかでも見たんですけど、やっぱりまあ外から来て反対をしている人っていうのもいるんでしょうけれど、米軍基地に対する反対の運動とか、今度もまた県民投票をやるそうですね。そういうものへの意識は本土より随分高そうです。こんなのもありました。波照間の日入り口、これは何なんだろう。入り口なんてこういう風に設けられているということに、やはりこれ作るなりの何らかの意味があるものです。で、分からなかったんですが、解説を読んだらですね、これ北海道と書いてありますね、まあ、いろんな石、こっちには東北地方、青森、岩手、宮城、秋田、山形、新潟、福島、新潟県も東北地方にあのここではもう組み込まれたらしいですが、のあちこちから申し寄った石、こちらは関東地方、栃木、茨城、千葉、東京、埼玉、群馬、長野、山梨、神奈川県から持ち寄った石。お、随分ここは、静岡県は火山の石をたくさん持ってきたみたいですね。なんかこう、たまにこう見てみると、都道府県によって独自の石を持ってきているようですが、まあ、これは主に中部近畿地方、まあ、こういうふうに全国から持ち寄った石がたくさんあります。この大きい石は沖縄県の石だそうですが、これは沖縄が本土に、失礼、まあ、日本の、占領下にですね、つまり占領から、戻ってきまして、またあの普通に日本の、国の中の一つとして、復帰した際に作られたものなのだそうでして、それの記念碑だから、そのためにまた日本47都道府県で新たにしっかりやり直そうという時に、その決意記念として作った石碑なのだそうです。よいしょ。まあ、天気が悪いんで他の海の海岸の綺麗なところとか、まあ、あんま行かなくてもいいかなっていう気がするんですけど、あと1キロでまた町に戻れるのかな、町というか集落というふうに書いてありますけど、普通の町の機能は全部整ってるからね、いいと思いますよ。でここにこういうふうに看板が出てますが、まあ、出てない場合もありますよね。で道に迷ってしまった時はどうするか、あの宿の人からもらった手作りマップに書いてあったんですが、まあ、とりあえず道に迷った時はですね、あの坂を登ってくるようにすれば、あの間違いなく真ん中に出られるから心配いらないですよみたいなのが書いてありました。あ、なるほどね、あの町の真ん中のこう一番登った高台のところに集落があれば、うん、なるほど、確かにもうあったらそれまっすぐ登るだけでいいというわけです。これ分かりやすくてですね、島特有の、あの事情っていうのかな、まあ、もちろんその一番上に集落があったからよかったんでしょうけど、声をかければ振り向くんじゃないのかなと思うんですけど、もう人も住んでるエリアですからあんまり大きな声は出せません。キャットくん、お、向いた、もしかしてこれあれか、バナナか、違いますかね、バナナってこの辺でもなるのかな、これがバナナの花ってことですか。こう いろいろすごいなと思うんですけど、まず2月に収穫するものってあんまり世の中ないんじゃないかなと思うんですけどね。今日はサトウキビの収穫を実際にさっきトラックでやってるのも見ましたし、すごいね、あったかいってな、暮らしやすいと人も滞在するのかな。売店も本当にコンビニエンスでね、朝の7時半には開きますんで、だこういうものを買ってきてね、これあの栗あんまんだと思う、あんまんじゃない、栗あんパンだと思うんですけど、結構消費はもう長いもののようですが、多分まあそういうんじゃないと、ここではねパン作ってないから、持ってきてここで売るってなったら長めにしとかないといけないでしょうね。これ朝ごはんを食べてまだ船が出るまで2時間以上ありますんで、もうちょっとブラッとしてこようかな。結局ね、それほど長くの時間はなかったということで、あの他の海とかを見に行くのはやめました。また多分ここは来る機会があると思いますんでね、その時にまたご覧に入れようと思います。もう乗船も始まっています。帰りの船のご紹介などします。それは交通チャンネルに出すことにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。